さあ終電ですね。すいません、あの柏田ちょっとコメントをちょっといただいていいですか。すいません。最終で残られた方は課長ということで。そうです。あ、大丈夫ですね、はい。ありがとうございます。ちょっと今、動画が回ってなかったようなんで、ちょっと今、はい。ちょっと今、ちょっと連絡取り合って、ちょっと YouTube でやってるんですけども。課長です。はい、課長ですね。やはりこの終電を乗り遂げる方は課長が多いっていう。それはどうか少し。なんかの噂でちょっと調査をしてくれと、はい。この裏付け調査ということで。難しいわね。はい。難しいですね、今。はい。たまたまですけどね。たまたまですか。ありがとうございます。いや、本当僕もですね、先ほどからやってたんですけど、なかなかいなくなっちゃいまして。そうですね。はい。それ、最初もう向こう口、南口の方もあってですね、それはわかんないです。行ってた時にですね、平野の方が多いということで、20名ほど来たら、平野課長が多いでしょ。課長が多いですか、うん、ありがとうございます。マジないですよね。はい。頑張りました。ちなみに、どちらなんですか？誰にいないよ、って。今日、お帰りになる本当の予定の場所は、いや本当遠いですよ。本当どちらですか？山梨県なんですよ。山梨県、あんまり遠くないですよ。まあそうですね。あ、今流れ星おりましたね。いや山梨コモアショーツっていう。あ、そうなんですね。今神田に呼びつきました。こういった。あ、で今来てもらう感じです。もうすぐ来ます。あ、よかったですね。要はあれですね、高尾からの、山梨行きがもうなくなってしまったということです。いや、まあタクシーで帰ってもいいんだけど。あ、そういうことですね。はい。もったいないから。あ、また来るって。あ、本当ですか。わかりました。僕も多分このまま歩いて八王子の方に帰ります。いいんじゃない。当然でしょ。はい。健康のために。ありがとうございます。Yes. すみません。バイバイ。課長万歳。課長万歳でしょ。はい、ありがとうございます。いや、こちらですね。チャット操作がやっとできました。課長の方が。こちらね、残るということで、いや、フィナンシャインの方が多かったんですけども、最終的に聞いた方が、課長さんが、ということで、僕というか、高尾駅の方に、そうですね、ちょっと看板が見えませんね。はい、高尾駅の方に参りました。どうもありがとうございます。